ということで今日はみちくんいない3人でおちょぼに来ました。イエーイ確かに寒いんだってということで本当にあの今何時だ1時前ぐらいですか。本当12時今12時38分ですちょっと今からおちょぼに行きます。何が有名なんでしたっけ。串カツ。串カツ有名。串カツとナマズが有名なんでしょ。でも一番あれでしょ、おちょぼ稲荷来たっていうことはやっぱりね、商売繁盛やっぱり祈願してからね。そうですね。お参り しなきゃね。やっぱここまで来たんだから。そうだよね。っていう感じで、今から行くんで。はい。行きますか。お願いします。お願いします。はい。お願いします。す。これ、さっき僕ゲボ開けました。気持ち悪いです。正直。正直気持ち悪いです。どんぐらい飲んだんですか。全然飲んでない。飲んでないけど。はい。やばい。今日無理。結構の人の多さ、やばいっすね、回せんっすね。入り口だよ、これ。あ、ちなみに、ここ、岐阜県ですからね。そうだよ。寒いっすね、岐阜は。愛知県じゃない。もうすでに入れんから。入れんから、やば。人が多すぎて。やばいっすね。入りやばいよ。さっきさ、新鮮に撮るにとあれ、俺ら前回ここで撮っとるやん。そうだそうだ。それは2年前です。ここにしようぜ、ここ。何やとあいつ、なんか誰みたいで。あいつ一人でずっと立っとるやん。もう完全に、人見物になっとんじゃん、あの子。あいつの前、女しか見てないんだよ、女しか。女、物色中です。飲むんですか。嬉しそう。今日一嬉しそうですね。今日一です。うま。今日一です。うまいですか。うま。気持ち悪いでも。ビール飲んだ後の。ソースめっちゃベタベタする。うん、このなんていうの。この重み。このソースの紙。うん、すごいうまい。この一口を食べた後のこのアタシスーパードライが CM 来んすよ、そんなこと言ってもうまい本当に美味しい。あーこれうまいね、絶対。それなんすか。これうずら。おお。湯気がめっちゃ姿立ってるんだけど。ほんとっすよ。俺猫舌で多分やけどするそれ。熱っ、うまっ。熱いけどこれ、やけどするに絶対に。これ熱いっすか。熱い、やばい。寒い。これ、ホクホク。それなんすか。これ串カツ。それ普通の串カツですか。そう、さっきはソース、これ味噌。あー味噌か、これね。これあ、そうなんですか。こっからつけるんだ。二度漬けは禁止だからね。一度で、そうですね、それはもう鉄板ですね。鉄板。どうしたこれ。ね、こっち顔が照れつらそう。気持ち悪いです。いや。脂っこい。マジですか。やばい。もうめちゃうまい。一口食って一口飲む。一口食って一口飲む。って言いながらもう一口。楽しそうですね。飲んでる時が一番幸せ。一番楽しそうですね。誰よりも楽しんでます。うん、飲んで食べ歩き一番最高。今じゃないって感じですよね。そう。俺は今じゃない。誰のドラマで恥ずかしいから。あいつは、あいつは。ちょっと待ってください。うまい。うまいですか。みんなうまい。エビ。はい。エビちゃんです。嬉しそう。いいっすか。食べていいっすか。
プリプリ。これまた味噌合うわ。あ、マジですか。あったけ。マジで。なんか他のもん食いたくなってきた。ラーメン食べたい。そこにある。いや、いいがラーメン見てきて。串カツ飽きたから次はラーメンだね。どっちかっていうとお前食い逃げだろ。だってサボっとるっすよ。え？あ、なんで？なんで？スープが切れちゃったらしいっす。うざいよ。絶対死にますよね、この時間帯、ね、この寒さのラーメン。絶対ラーメン食うよ。うどんあったけど、うどんねえもんな。いや、この辺にあったっすよね。なあ。思った以上にディッシュがなくなるっていうのが嫌だった。死にじるし。あ、やっと終わりました。じゃあ、やっと終わったっていう。やっと終わりました。いや、ちょっと待てよ、俺待っとったよ、ずっと一人でっていうか、むしろパッて見たら、お前ら完全食いにいやん、こいつら。ちょっと待って、びっくりするで。金払ったんす。払うわ。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。お前そろそろ俺も酒買うて。寒なってきて酒も買うわ俺。でも後ろから見たらトチ君でもデラ食っとる感じ見えるよ。いやいやいや、食べたけど、食べとったけど、でも途中でもう俺そろそろそんなにもいらないけど、いつ戻ってくるんやろうなってパッと見た瞬間に、お前ら何や完全食い逃げはんやん。びっくりするわ。ラーメン食ったの結局。食ったの。シールが完売って書いて言われた。意味ねえかよ。それでは中国だ。お参り、お参りしますか。お参りやで。行くで。行くで。行ったんで。お参り行ったんで。行くで。マジか。冷たいぞ。いやー。キンキンやで。そうでもないからね。あ、そうなんすか。で、ここで皆さん揚げとろうそくを買います。へえー、そうなんすか。そうだよ。へえ、揚げなんですか。これ なんで揚げなんですか。いないって、あの、キツネの神様でね。あ、そう、あ、そ、あ、それでしょうか。あ、そういうことか。そう、全てが繋がりましたね。全てが繋がりました。確かに、全部いいっす。かわいそう。くしかつも。なんかここまで来たらもうなんか。旅行な絵やでな。くどいてます。くどいとる。お前の部分なんか買っといたぞ。ありがとうございます。え、すげえ、何これ。どうやってんの。え、いや違うでしょ、いいもん、いいね。そうだよ。えぇ、やべえな、もうバチ当たりだな。完璧です。こんな感じですね。ここから開けて刺そうなかったら抜いてたらいいのか、これ。あ、そうですか。抜いてたら落としてる。抜いてる。切れてるロースでバタッと入れて。どっか行けそうっすよね。すごっ。ここすごい気がする。俺もこれは要何のためにしとるのか要は。それ教えてくれ。昔からやっとるけど俺も知らん。詳しい人コメント欲しいですね。ね、詳しい人コメントください。あの、本当あのろうそくの意味本当知らないんで。あ、でも今日飯持ってないです。これ飯早速もあれでね。あ、そうなんですか。これでね。へえ。ここでお参り最後ちゃうでね。あ、そうなんですか。どんどん先に進むの、どんどんまだあるよ。
へえ。わ、本当っすね。あの、僕が何やろ、自分の名刺を出してた、はい、あ、本当めっちゃ刺さってる、うん、仕事のやつでやるところだから。へえ。ちなみに僕昔あのうちの会社の名刺差しに来ました。ここなんかありました？ないないかあったか分からんけど、 でも結果は良かったと思うよ。まあそうですね、結果オーライと思うよ。あーってさて締めのラーメンが何か見てえな締めのラーメンか飲みに行って締めましょうか。締めるとこ締めて、締めやで、締めやで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。コスケ飲みすぎですね今日。そうですね、そうですね、それは。え、一人で串カツ作って何飲んだの？酒帽子の被り方でもちょっと斜め。違うよ、分かる。入りはこっちからで、こっちから徐々にこっちからこうやってで、俺のボルテージがマックスだよ。ボルテージマックスやな今日は。どうでしたか？あれでしょ、勝負繁盛ね、はい、ここみんなが、ね、怪我せず、ね、いい仕事をできるようにやっぱり。そうっすね、そのために来てますから。お前のために。そうっすね、可愛い女の子見に来たつもりじゃないですかね。あのなんかミニスカートとかさ、そうそう、生足とかね。別に俺は串カツとお酒が目的じゃないよ。そうなんですよね、うん、目的じゃないよ本当に、うん、やっぱり、ね、ちょっと目線完全に見てましたもん。みんなカメラに目がいってないねということで今日はおしぼいなり、はい、3人でちょっと来てみました。はい、はいはい、ありがとうございましたすいません、じゃあまた見てね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 よし、はい、いくよ、はい、はい、また見てね。OK です。Thank you.